パツカちゃんです。ラットです。そしていらっしゃい、焼き鳥です。ということで今回は焼き鳥コラボでございます。で今日はまああのあれですね、クララリーグの関係で今韓国に来てて、まあ、焼き鳥と一緒の部屋にいるってことで、まあ、シャーなしでコラボ撮っていきたいなと思います。で、うん、それで今回はこちら、あ、ゴレックローンですね。なんか何懐かしい感じの、まあまあクローンで、まあゴレで、まあ何いや、こっちは何まあまあ、まあ、まあゴレクローンとかで普通に考えて、まあペッカ来たら無理だろうとか、ペッカポイズン来たら無理だと思われるんですけど、うん、これ見てほしい、これ、はい、おおおやばいや、おやおやおやこれは、あ、やばい、これ見るしかない、ね、見るしかないな、これは気になる、ほんと気になる、しゃねえな。ということで、まあ相手がペッカポイズンのデッキに対して、まあ勝ったリプレイということで、よしよしよし。でウッドなんで、まあ、枯渇が来てもあんま怖くない、うん、あ、なるほど。プリンセスとかも処理できる、割と高回転やしな。そうそう、高回転、そこ大事そこ大事、焼き鳥さんさすが、ありがとうございます、ありがとうございます。褒めてねえよ、あとおやちゃんやめて、困る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 本当に落ち着いて、あ、落ち着くわ、うん、うん、まあここはまあまあまあちょっとな、とりあえずな、とりあえずウッドみたいな、うん、そうそう、だいたいペッカで、ここしんどいやな、しんどい。まあ、これはただ後ろから突き出すみたいな、うん、もう突き出すみたいな、うん、ちょっと今ドアがノックされた、コン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 されたでもここはまあ後ろから突き出して、はい、突き出して、苦しくね、これ苦しい苦しい苦しい、苦しくけどこのベビドラの範囲攻撃が強えでいい、メガごとペッメガごと、そうペッカをベビドラが溶かしの、誰か一人侵入してきたんですけど、充電器のさケーブル今動画撮ってるから、充電器のケーブル動画撮ってる外気の部屋にさケーブル忘れたんでさ、ケーブル1個貸して、焼き鳥お願い。いやね、いや俺も先っちょもやったら変わるよ。じゃあね、今動画撮ってるから、じゃあ関係ない、関係ない、もう入ってくんなよ、部外者や、本当に入ってくんな、ほんまに。いや、まあ、マジで。でも、何ですか、まあ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 、まあ、これは気にしないでください。ほら。ほんとに。焼き鳥が充電できないやん、そうしたら。じゃあ、先っちょももらっちゃったもん。まあいいや。いや、持ってけ。焼き鳥だからいいや。焼き鳥だからいいや。明日いっぱい充電しようね。じゃあ、どういうことやね。だって、ほんとに。やめて、ほんとに。なるほどね。これが。噂の、はいはい、ゴレックローンと、はい、まあまあまあここはもう耐えるしかないですね、はい、果たして使えるのか、うん、本当にだってこの相性を見て、まあ、ゴレでまずペッカからのクローンに対してのポイズン、だいぶしんどくない、これも、うん、しんどいけど、今相手はここでもう、うん、もうシャシャってポイズン使った、うん、ポイズン使った、だからあと4枚カードを割かないとポイズンが回ってこない、はいはい、はい、だから今のうちにクローンかけてしまえば、なるほど、勝ち、それはってことで、さては賢いな、そうさては気づくの遅いな、君たち賢いな、君たち遅い、さてはということで相手あと2枚出さないとポイズンが回ってこない、でここでもうもうやっちゃうやっちゃうやっちゃう、回ってねえな、ここで今5、もういくいくいくで、行って相手はもう焦るで、レジが落ちた、焦るで、この間にもペッカを溶かしちゃって、相手はもう慌ててポイズン、あけど今使ったからまたあと4枚咲かないとポイズン相手は回ってこないから、でここでもうまた形作って、同じループが開始される、もうあと相手頑張ってカード回してと、でここでもうこっちもユニット出して回してで、クローンしたらしないな、しないな、ここは一回しないんだな、まずな、相手がポイズしてくると思ってしないみたいな、でここでするみたいな、ここであえてすると、そうで、ゴレの爆破が入ってベビドラ入ってみたいな、46はもうはいみたいな、まあまあ勝てはいいっすから、まあみたいなね、まあ、相性もまあ覆せるというところで、さては強えんじゃねということで、まあマルチだな、うわマルチでいく、じゃあ俺寝具でお休み iPhone の地面にパクられた、乱入しちゃいらんわ、もう本当によしよし、まあまあまあ静かになったな、うるせえやな、うるさかったな、本当に焼き鳥の声ができ音、いや俺は比較的小さいよ、
恥ずかしいけどやめたほんで、マジで最近焼き鳥がやばい。いや本当に俺は普通やで、俺は普通やで、本当にやばい。いつもの焼き鳥さんやで。一時ベッド許さんで本当にやめて。興奮しちゃった。じゃあって俺の動画でそういうことやめて本当に。ちょっと待って、しかもマッチングした。よくないな、落ち着いて。よしよし、本当に俺そういうチャンネルじゃないから。そういうチャンネルじゃなかった。あ、本当に勘違いしてたわ。あ、これはまあダックネ出して、とりあえず様子見な。相手がこの後ろになんかメガゴとか出したらもうゴレっすね。マジで。いやこれはどうする、まだ待つか。ウィザードだから。ウィザードはやんちゃさすがに。そう、ゴレ出しちゃうと全部溶かされちゃうね、一緒にね。そうそう、だから一回待って。でランバー欲しいな。ランバー欲しいからスケルトン出して回して。お、高回転やな。お、これはガゴでいいや。やば、行くね、行けんの。あ、いやいやいい。あ、で、まあ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 、で、ここはもうランバーで防衛して使ったなと。はいはいはい、しかもポイズン使った使ったなと。で、ランバーが入る入る、入んねえよと。まあ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 、まあ、しゃあねえな、しゃあねえな、なんか木が転がってきたで、ここで今相手がもうあれ使ったか、そう、ポイズン使ったからゴレで、問題があれないね、ウィザードだから。それな、ここでダクネを出したところで、うん、しかもインフルもやばいやばい。ちょ待て、これはやばいぞ。これは違うな。さては、いやでもまあさっきポイズン使ったからな。これさ、クローンしていいのかな。ありよね。いや、ウィザードずるくね。けど関係ない。ここでゴ、はい、行っちゃおうと。あー、アイスゴレー。けどいいみたいな。けどやな、よくねえな。よくねえな。全然よくねえぞ。よくねえ。けど、ワンチャン？ワンチャン？え、まだハイコギ入ってる。おいしい。ベビドラがいい活躍する。もうこれでダメアド追いついて、しかもスケラに対してガゴで、うん、もうスケラに対してさらにウッド待って、うん、これはいけるな。おいしいな、さては。勝ったな。ということで、これ、ちょっと気持ちスケルトン流して、気持ちな。気持ち。でも、これ展開でいいよ、ね。おう、やば。え？やんちゃう？まあいいんじゃない、スクラギットもガゴでなんとかなるみたいな。確かに。はいはいはい。で、これは、ダクネ展開からのガゴで、インフェの。そうだね、向こうも攻めてきたら、ここで、ポイズン使ってくるよね。ポイズン使ったら、あ、これは、惜しい。やったなと。やったな。これ相手やったなと。覚えとけ、これはもう、これで、はいはいはい。相手今、ちょっと、アイゴレ出そうとしてる。あ、必死にな。必死に、待って。ここで、以上と。でもそんな、あれ待って、黒は下手くそやね。さては、でもこれまた範囲攻撃が入ってる。おいしいと。おいしいおいしい。いやでもオッケー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 な。さていいまである。でこれはちょっと右側が怖いから、ああ一旦な、一回右側展開ね。あれウィザードずるくね。ウィザードのせいで抑えられてる感はあるな。それな、確かに。ウィザードなかったら勝ちやん。あれ相手にヌーブコモとかそんなのな。そんなだからダクネがオワコンだな。一緒にこうやってやられちゃうよな。けどこれガゴで俺のターゲット取れないミスったな。いや待って、見てランバーが、あ、待って、あー2周目が回ってきて、いやずるいずるい。でもこれをダクネで2周目のウィザードにゴレ当てたらあるな。さてはあるな、あるな。これここやな、ここを入れないで行った方がいい。入れないか、オッケーです。よいしょ。お、ここで押さえて使ったなと。ベビドラ。これある。あるけども、溶けるのが早いな。もう回ったな。本当に嘘やで。で、これやってさ、クローンしたらさ、ウィザードが回った。いや、これランバーが続くね。お、確かに。普通にランバー、負けないね、これ。いい感じによるけども、考えろ。あと800やで、こっち。まだある。全然ある。本当に？うん。まだある。諦めたらもうそこで試合終了か。音？それは？音。焼き鳥の名言や。俺の名言が出ちゃった。じゃねえよ。考えちゃったわ。でも負けたと。まあそういうこともあるな。でもこれはインフェがあってポイズンがあって勝てそうけど、サラリアのウィザード。しゃあないな。さすがにね、もう。まあ三つはずるいわ。ちょっとメタすぎたな、これはさすがにな。多分メタデッキ今作られたとしたら。そうだね。こいつゴレクロ使ってくるからって。そんなことあると思うか？ない。ないな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 。今のは焼き鳥が悪いな。ごめん。なんで俺が謝ってんの。本当にマジでやばいやつとしか思わないんけ、気をつけて。じゃあ真面目嫌いになるわ。まあ気をつけろ発言には。よしここで勝てばいいな。頑張りましょう。よし、相手の名前長すぎてわかんねえ。目悪いから俺もわかんねえ。俺もわかんねえんだよな。とりあえずまあゴレないと話にならないから、ね、待ちつつスケルトンでカード回して、相手が何か咲いてきたらいいんだけど、咲いてこない
そしてまだゴレム回らないと、まあウッド転がして、まあ様子見とね、でまだはゴレムが来ないと。あー、これはビビドレでいい説あるな、説あるな、よいしょ。でこれはギャングだから三死、あーあー枯渇、あっ枯渇で相性よくね、相性よくね、確かにこれロケットだったら美味しいな。俺しかもウッドで、俺買っとくね、買っとくね、これこれはこれはチャンスですね、ほんまか。あのプリンセスをどう処理するかやな、大事やな、そこが。それちょ、これちょ、ベッド許さんで、楽しくなっちゃう、ちょやめて、本当にマジやめて、本当にやめて、マジやめて、本当にやめて、よしよしよし、ちょ待って、これはまあ独年最低、ウッドはあのバレるように取っていきたい。よし、前半はもう耐えたら勝ちみたいなとこあるから。そうだね、もう2番になっちゃえばね、もうご了するもんね。前半に変に形作ろうとしなくていいんすよね、無理しなくていい、まあ、ゆっくりゆっくりやって、無理すんなよと。うん、これはもうウッドでしっかり処理してあげてと、でも端前プリンがまだ回ってないかな、バルキリーギャングとか来るんじゃね、あ、まあ来ないな、来ない、いやいや、これラマランバ出して、うん、いや、やったな、これやったわ、これはやったナンバーやな、うん、やったランバー、やったランバーや、やったら、まあまあこれなんか抑えられつつも、まあベビドラが強えな、まあ、あでもプリンセスが活躍するな、まあ言うて、言うてか知らんけど、これも一応スケルトンで釣って、おお、ああまあまあこれベビドラ優秀ね、確かに、はいはいはい、あ処理してくれると、でバレル来たらもう一回打って打って、よーし、はい、はい、来たー、もうこっからはこっちの時間やぞと、こっちの時間、えいえい、でこれはゴール出して、これでもプリンセス処理できるの、ウッドウッドウッド、だから一回この許容してと、許容できる、これ許容する、マジでした、あもうなん許容でもなんでもねえけど許容どころの話じゃなかったけど、でもこれ2周目プリンセス待っちゃうな、ほんまに、あいいいい、やばい、いいやったな、待って待って見てこれ、いや、え、うまくね、うまくね、ミックロンで、はいはいはい、今の今の見た、今の見た、神プレイ見た、しかも見てこの右と左の両サイ攻め、両サイ攻め、両サイ攻めが完成した、うますぎ、まさか、え狙ってやった、うん当たり前、でもこれ、え、ほら、うわ、え見た、今のやば、今の天才だね、やったな、相手も驚くしかねえよ、俺も驚きしかねえよ、これからの、からの、からの、ウッドからの、からの、いけ、ドラゴン、ドラゴン4体、あいや気持ちいいな、いやいやいや、で落ちる、あ惜しい、やば、気持ちいいな、えぐいな、えぐいな、えぐいな、これ気持ちいいな、やばって感じかな、かな、今216円やな、おそこそこだけやな、しかも、まあ、そう次、まあ勝てばグロラン入るみたいなとこあるけど、まあ今日はもうお休みかな、そうだな、もう眠たいな、韓国来てまだな、そう1日目や、1日目だからな、寝ようだ、眠たいとこがあるな、本当に寝ようよし、ということで今回はおりますで、あれですね、まあコラボさせていただいたヤキドリさんの、ね、チャンネルも貼っておくので皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、焼き鳥から最後に一言、ね、まあまあまあよし、うん、よしよし謝れもう謝れ、ひどい言うことね、ひどいわマジで、はい、ということで、はい、今回終わります、ではバイ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 。